どうも音質派です。今日は前もやったと思うんですけど、ライブの前に飲みたい飲み物ということで紹介していこうと思います。第2位、はい、レモンド鬼レモン。最近売ってないっぽいんですけど、家にストックあったんで、まあおすすめかなって感じです。ジュース飲んでる感じで 9% 取れるからマジでやばいんですよね。うん、やばい、やばい、マジでやばい。あ、今日この2つのイベント回すんで、なんか飲もうかなって感じです。1位、マザイなんですけど、まあエナジードリンクっすね。で、今日はね、先日アメリカに行った時にちょっとやばいマザイを買ってきたんで、それを紹介します。5アワーエナジー。まあなんか5時間、これ飲めば5時間やれるよみたいな。まあ今日ね、こっからここまで5時間じゃないんですけど、まあ5時間、とりあえず最初の5時間はね、最初の5時間、こんぐらいはちょっと頑張ろうかなと思って、まあ今日飲もうと思います。はい、それではいただきます。こっちで遠いな。あ、開け方わからん、クソがよー。こいつ俺バカにしてんだろう。開いた。なんかちょっと出してみましょうかね。なんか結構無色透明ですかね、見える。では飲んでいきたいと思います。味はそんなまずくなかったです。うん、なんかエナジードリンクって感じしない。なんか不思議な感じしますね、これ。なんだろう、これ。なんて言えばいいんだろう。なんか、味のついた水みたいな。ちょっと甘い。なんか、昔あった、なんか水に粉溶かしてジュースにするみたいな、駄菓子屋に売ってそうななんか粉みたいなあるじゃないですか。あれみたいな味がしますね、なんか。これ何？グレープフルーツかな？まあなんか知らんけど、まあそういう感じの味がしました。ちょっとこれの効果はまあ帰ってきてから、ね、帰ってきてからってか、まあ、放置してちょっと変化があったらお伝えしたいなと思います。はい、というわけで本日一日イベント回ってきたんですけど、ぶっちゃけ飲んだ感じよく分かんなかったっすね。やっぱなんかこれカフェイン若干入ってるっぽいんですけど、そんななんかがっつり入ってるわけじゃないっぽくて、カフェインがこれカフェインがどんぐらい入ってる？見えん。うん、書いてないね。エナジーブレンド。わけわかんない。チチ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 。カフェイン 200mg 入ってるらしいんですけど、これ。このサイズで 200mg 入ってんの？やばくない？カフェイン。どんだけ入ってんね。まあ、カフェイン入ってるらしいんですけど、なんかあんまカフェイン感じなかったんですよね。なんか日本のマザイって、飲んだら、おぉ、カフェインカフェインカフェインって感じすると思うんですけど、なんかぶっちゃけカフェインじゃないっていうか、なんか多分調合のバランスがいいんでしょうね。多分なんか日本で使えないやつとか使ってんでしょうね。なんかまあひとまずなんかカフェイン、あ、カフェインカフェインって感じはしなくて、結構すっきりした感じで楽しめましたね。なんかうん、あんまぶっちゃけ飲んだ感じはしなかった。うん、しませんでした。以上です。